そそののければそればででいいのスモモです今日は前から欲しかったものをついに買いましたそれがこちらをついいに買いましたで前から割と欲しかったんですけどあのポータブルの方とテレビにつなげる方があってずっとどっちを買おうか悩んでたんですけどお母さんが あのちっちゃい方ちっちゃい方っていうか持ち運びできるやつライトの方を持っててでお母さんはポケモン GO にハマってからライトであのピカブイのイーブイの方を買ってそれ,で、ね、それでメルタンの箱でメルタンを欲しかったみたいで買ってたんですけど、まあ、いまいちそこまで私はお母さんのおこぼれで <laughs> あのメルタンを 集めたんですけど、まあ、全然スイッチ欲しいなとはそん思ってなかったんですけどやっぱりコロナ禍で巣ごもりしないといけなくって、まあ、昨日ゴ、まあ、ールデンウィーク始まってからもあんま天気は良くないし、まあ、やっぱり外行っても、うん、やっぱあかんなと思ったしなんかその。 自粛しなあかんけど SNS とか見てたら結構遊びに行ってる人とかも多くってなんかそれも見てもやっとしてることが多くってでこの昨日とかも割と天気が悪かったので、まあ、ポケモン GO も家でできるっちゃできるけど、まあ、ちょっと病んでや病むというか <laughs> ちょっと嫌やな嫌やなっていうかもうしんどくなって。 で今日イオンに行ったんですよでもしイオンにスイッチが売ってたら私は買うって決めてましてというのもやっぱり最近巣ごもり需要で結構スイッチがあのテレビにつなぐ方が特に買えないっていうのを聞いて、まあ、売ってへんやろうなって思ったら <laughs> 売ってたんですよね。で,でなんか悩んでたんですけど。<laughs> 悩んで結構金額もまあ高いし、まあ、私手取り10万ぐらいなのでない手取り10万もない時もあるから買うのもちょっとあのスッとあの出せるまあ出せるちょっと4万3万5千かなそんくらいするからまあ保証とかもつけたらもっと上がるからいや実際レジに行くのが。 ちょっとたためらわれたんですけど <laughs>、まあ、結構今日ってやっぱりゴールデンウィークで家族連れの方が多くってでやっぱり、あのー、子供ちゃんとかが、まあ、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんかわからないけどあのレジにそのスイッチの,あの何引き換え券みたいなのを持っていくのを。 見ててあこれはやばいと思ってとりあえずそ,のスイッチの引きそしたらラスト2個ぐらいになってあもうこれは売,れ売り切れるなと思ってでなんかここがグレーのやつは割とまだ在庫はあったんですけどこっちの赤と青のカラフルな方がもうマジですぐにみんなやっぱ買う。 もうなくなっていってもうこれは神のお告げでここを逃したらもうなんかしばらくは買えなさそうな気がしたので買いましたでお母さんに聞いたら任天堂の公式でもまあ同じぐらいの値段でアマゾンで見たら結構転売なのかちょっと値段が高かったし。 もうこれも何かの縁やと思って買いましためっちゃなんか設定とかもなんかし YouTube とか見ながらやって結構やり始めたらめっちゃ楽しかったなんかこのゲームが「ポケモンスナップ」ってやつなんですけどこのゲームがまたねすごい癒しなんですよで実況とかもやりたいなって思って やっぱユーチューバーはあのゲーム実況とかもやっぱり醍醐味じゃないですか、うん、私はそう思ってていつかゲーム実況もやりたいなと思ってテレビにつなぐ方を買いました高かったけどなんか結構家であの運動できるやつとかもソフトあるみたいでそれはやっぱテレビにつなぐ方しかできないやつもあったから まあそっちの方がいいかなと思って買いました。このなんかこのゲームのいいところはあのー、全部褒めてくれるんですよね。写真写真を撮るんですけど。その撮った写真に対してけなすことをしたくこなくって。ああすごい。うまく撮れたね。とかめっちゃなんか褒めてくれるんですよ。もうけなすことをしてこのコンって。 でまたこのポケモンがいっぱい出てくるんですけどまた風景がめっちゃ綺麗でやっぱり今のコロナ禍でもう出かけること観光地に行くとかもやっぱはばか,れら,れはばかられる状況なんですけどこのポケモンスナップの出てくる地方がめっちゃ綺麗な景色ばっかりで。 でそれもまた結構癒されたし海とかなんかいろんな地方があるんですけど旅行に行けなくてもこのポケモンスナップで旅行した気になれたのでもうめっちゃ買ってよかったなって思いました <laughs> なんかもう結構今4月30日に発売されてでツイッターで結構ポケモン GO のツイッターやってるから結構その Twitter のお友達の方が結構ポケモンスナップやってるところ写真を Twitter に載せられてまたそれがみんな可愛いしめっちゃ面白そうって思ってポケモンスナップとか全然買う予定なかったのに買ってしまいましたでまたあのお母さんはポケモンのイーブイーをやってたんですけど私も モンボプラスを持っててでそれ使うためにピカチュウピカチュウバージョン買おうかなと思って、まあ、せっかくやからゲームを楽しむことにしようと思います、うん、私も、まあ、インドアでもありアウトドアでも、まあ、家で過ごすのも出かけるのもどっちも好きなんですけど、まあ、やっぱり ちょっと今の状況はあんま外に出ない方がいいなって思ったので巣ごもりのお供にスイッチと、えっと、ポケモンスナップを買いましたまたゲーム実況をしたいんですけどその技術があんまなくてでどこまでうしていいのかもよく分かってないのになんかゲーム実況 ゲーム実況もなんかいろいろあるらしくってまあそれもちょっと勉強したいなって思ってとりあえずスイッチを買ったご報告をしましたもうめっちゃ嬉しいもう死ぬほど嬉しいなんか大人になっていっちゃんよかったことはなんやかんやで私実家暮らしで <laughs> あのー、まあ一応働いてるから好きなものが買えるのがいいですね もう子どもの子どもの時もうんまだ、うん、でも自分で好きなものを買えるって本当に幸せだと思いますじゃんまあ自慢をしたかっただけでしたでなんか特私はイオンの中に入ってる上新の電気屋さんで買ってこういうなんか特典ももらいました ノート。そうで、メガニウムがめっちゃ可愛かったです。で、なんか、なんだこれ。特典をもらったんです。ええー、ポケモン目指した。ええー、なんかこういう、 ゲームがあるらしくてへ、なんかもうポケモンってもうやばいですよね。てんいろいろ展開しすぎて、もう、うん、ポケモンって、うんどううん、めっちゃ好きです。あ、そうで、前からやりたかった剣タてもやりたいんですよ。なので、また、 ゴールデンウィークが明けても仕事をちゃんとしようと思います。以上が本日の動画になりました。バイバイ。